シャルル・ド・サルは、フランスの軍人、聖ヨハネ騎士団委員。聖ヨハネ騎士団の植民地だった、カリーブ海戦とクリストファー等の総督を1660年から1666年まで、務めた。1625年、シャルル・ド・サルは、現在のオートイコールサボワ県トランスグリエールにあった、サル城で生まれた。父は、サルハク類、その兄にあたるおじに、聖フランシスコ・サレジオがいる。 1643年、シャルル・ド・サルは、聖ヨハネ騎士団員となり、何度も、オスマン帝国との戦闘に参加した。1650年には、クレタ戦争下のクレタ島防衛軍に加わっている。1651年、フランスのカリブ海植民地を経営していた、アメリカ諸島会社が破産した。この時、会社の下で、セント・クリストファー島総督を務めていた聖ヨハネ、 岸団員、フィリップ・ド・ロンビレール・ド・ポワンシーが、総長、ジャンポール・ラサカレス・キャステラーを説得して、フランスからセント・クリストファー島、サン・バルテルミー島、セント・マーチン島、セント・クロイ島の4島を12万駅で購入させた。フランス王ルイ14世は4島の総資権を、引き続き主張しつつ、ポワンシーをセント・クリストファー島の統治者として承認した。この島には、 ポアンシーの他に、西洋派ネ騎士団から副総督の任を与えられたシャルル、とモンマニーがいた。彼は1636年から1648年まで、ヌベールフランス総督を務め、一旦フランスに帰国した後、ポアンシーの公認として1653年に、セントクリストファー等に派遣されてきた人物だった。しかしポアンシーは彼に権限を譲ろうとしなかったので、 モンマニーは島の農場に引き下がり、ポアンシーが先に死ぬのを待った。しかし1657年7月4日、モンマニーはポアンシーより先に亡くなってしまった。そして彼の公認として、シャルル・ド・サルがセント・クリストファー等に派遣された。1659年、アンティル諸島のフランス陣営とイギリス陣営はリーワード諸島のカリブ族に対抗するため、 公主同盟を結んだ。この協定には、フランス・グアドループ総督、チャールズ・エル・ジュプティ・ PR エト・シャルル・ド・サルが、フランス側として調印した。イギリス側からは、モントセラト総督、ロジャー・オズボーンとネイビス総督、ジェームズ・ラッセルが調印した。戦中の1666年の、セント・クリストファー等1660人にポワン・シーが、死去すると、西洋ハネキ次第は、 シャルル・ド・サルを新総督に任じた。彼は4月11日に中条とセント・クリストファー総督を拝命した。しかしこの頃、騎士団が未だ12万駅の4等購入費を支払いを得られていない中、フランスの財務総監、ジャンバティスト・コルベールが4等を返還するよう騎士団に圧力をかけていた。1665年、騎士団はフランスに4等を返還し、その管理権は フランス西インド会社に渡った。1665年2月、ドサルは改めて、フランス西インド会社からセントクリストファー総督に任命された。この年の3月、第2次エイラン戦争が勃発した。それに伴い、翌1666年1月、フランスとイギリスの間で海戦に向かう空気が漂う中、ドサルは、 イギリス領セントクリストファー島の総督ウィリアム・ワッツと協定を結んだ。これは、どちらか一方が英仏海戦の情報を受け取った時、即座に奇襲をかけることなく、相手にもその情報を知らせ、3日の後に島内で先端を開く、というものだった。この協定を確かなものとするために、ドサルはイギリス植民地でも、さらに上位の総督フランシス・ウィロビーがいるバルバドスへ、 死者を送ったが、ウィロビーは返答をしぶった。そして1666年1月、フランスはイギリスに宣戦線復刻した。4月21日、セント・クリストファー島で両陣営による戦闘が始まった。2日後までに、フランス軍は数で勝るイギリス軍を破った。しかしドサルは4月22日にワッツ率いるイギリス軍との戦闘の中で戦死した。 セント・クリストファー等全域がフランスのものとなると、聖ヨハネ・騎士団員の副総督、クロードド・ルード・サンローランが全党の総督となった。ありがとうございます。